天才ピアニストの竹内です。かすみです。さあ今日はなんとですね、うん、福井県医療福祉専門学校というところにやってまいりまして、うわー来ましたね。来ました。なんかジャムカツですか。ジャムカツって何ですか。福井県のね、ありますよね、スキー場ジャムカツ山ですか。ここは急に言われても分からないですよ、ご当地のスキー場分からないんでね。違いますよ、真夏にあなた。違う、今日はね、はい、我々が2人授業をさせていただくわけなんですよね。先生なんか今日は。先生なんです、はい、もう本当にね、いらんことを言わへんか心配、うん、私もいらんことだけ言いに来ました。そうですか、はい、純度 100% いらんことだけを言っていただいて、うん、まあちょっとね、生徒さんの何かこうね、うん、あの力になればいいなと思って頑張りたいなと思いますので、はい、最初はですね、保育士幼稚園教諭コース、はい、幼稚園の先生、保育園の先生を目指している方々の授業ということでございます。私たちが力になることはあるんでしょうか、果たしてね。ないんじゃないですか。なんでずっとマイナスなことを明るいトーンで言うんですか、あなたは。じゃあおかず行きましょう。じゃあ行きませんけど頑張ります。さあこちらの教室ですか。やってますね。あ、うわー、若い、かわいい、若いいっぱいいますよ。若い女子もうすでに、ね、入りますか。手振ってください、はい、はい、入りましょう。ここですか。あ、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お願いします。お願いします。では改めまして、天才ピアニストの竹内と真澄です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。経歴的にね、芸人になってもう7年目やねんけど、そうなる前に、看護師、はい、で私は、高校の理科の先生をやってたんですね。ちょっとだけ、もう1年未満ぐらいやけど、うん、そんぐらいやってて、だからちょっとまあその経験を生かして今日は喋れたらいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いしま す。じゃあ、今日はまあテーマ、安心感のある人になるっていうのをテーマにやりたいと思ってます、はい、先生として生徒と関わるときもそうやし、保護者さんとか同僚の方と関わるときも絶対必要になってくることだと思うので、そのテーマについてやりたいと思います、はい。まあ、いきなり安心感のある人になろうっていうよりかは、安心感のない人がどういうのか考えて、その要素をこう、まあ、排除していくっていう方法がいいかなと思うんですけど、うん、まあ、じゃあ今まず安心感のない人っていうのはどういう人なのかっていうのをまず考えていきたいと思います、うん、この横の列3人ずつ、うん、横の列で今から3分間測るから、そのなんとなく信用できひんなと思う行動とか要素をバーってできるだけたくさん書き出してください、うん、相談してもいい、個人でも書いてくれてもいいし、3人で相談してくれてもいいから、今からじゃあとりあえず3分間じゃあ考えてくれますか。3分です、ありがとう。結構たくさん書いてくれてると思いますので、はい、じゃあちょっと、はい、順番に聞きたいと思います、はい、清潔感のない人。あ、清潔感のない人、これは間違いないですね、うん、報告、連絡、相談ができない人。報告、連絡、相談、ほうれん草ね、できない人、はいはい、うん、浮気をする人。浮気をする人、安心感ないね。安心感ゼロやな、ほんまやね。これは酒癖が悪い人。あ、なるほど。なんとなくこのチームは相手全員男性な気するな。ほんのりな。ほんのり。言動と行動が異なる、うん、はい、約束を守らない人、うんうんうん、自分のことばっか話す人。あー、わかるわ。これはね、さっき私らも喋ってる時でもね。そう、なるほど、ありがとうございます。皆さん、はい、たくさん出していただいて、私たちも、まあ、ちょっとさっき喋ってて、うん、まあ、こういうね、安心感のない人、うん、今みんなが出してくれた中のもたくさんあるし、例えば私たちが仕事で接した人で言ったら、うん、話してる時の目とかが結構気になることが多くて、例えばね、打ち合わせするんですよね、テレビの収録とかの前にこう打ち合わせすんねんけど、うん、担当のディレクターさんとかがおったりしたら、なんかね、まあ、その上沼さんのモノマネをやってるから結構メインで出ることが多かった、うん、なんかじゃない方みたいな感じだったの、私がじゃない方芸人みたいな感じだって、で2人でこう打ち合わせしてんだけど、ディレクターさんがもうマスミしか見てないのよ、こうしてもらってこうしてもらって、2人で出る仕事やのに、そう、2人とも出るやつだったら全然あれやねんけど、うん、そう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 、2人で呼ばれてるやつなのにっていうかな、ね、そうそう、こっちばっかり見て喋るとか、うん、そしたらさ、なんか私的にはこの人のことなんか安心できないなってなるやん、うん、だから1人対多数で喋るときにこう目線が、うん、合わへんな、この人あっちばっかり見てるなとかっていうのもなんか
安心感のなさにつながったりとかするのかなっていうのは思いましたね。なんかそのなんか医療現場とかでもありますか、うん、お医者さんとか看護師さんが清潔感なかったらこの人に治療してもらうのなんかバイキン張りそうとか思うやん、汚かったら、ね、まず清潔感、まず清潔感絶対大事だし、あと安心感ないなと思うのは声のボリューム、うん、なんかまあ治療しに行くなりその誰かに教えてもらうなりしに来てるのに、うん、なんてみたいな前におる人が、はい、声のボリュームちっちゃかったりとか、はい、もご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 喋ってると安心感とか信頼感がぐっと下がるんかなって思うから、うん、ある程度声量とか、うん、話し方声とかも大事かなって思うかな、うん、そうですね、うん、なんか話してる時にさ、うん、すごい違うなんていうかなワードが入ってきて聞きにくい人ってたまにいますやん、うん、喋らなあかん、伝えらなあかん言葉の以外に、うんうん、ちょっとね、あみたいなが、やたら入る人であったりとか、そうそう、私実際看護学校で先生でいてたんですけど、うん、よいしょってよいしょっていうのが間にめっちゃ入ってて、なんか飛び越えてないもんね、なんかこう、よいしょのよいしょじゃなくって、うん、ね、これね、書いてもらって、よいしょ、次移動してもよいしょみたいな掛け声感覚で、もう授業中にそのよいしょの数、正の字で数えるぐらいの、うん、なんかノリになるぐらいよいしょ多いとやって、ね、もう全然話入ってけえへんっていう思い出とかあって、うん、なんかやっぱ信頼感が下がるというか、うん、いい先生はいい先生やってんけど、うんうん、なんか ね、 そうですね、ちょっと欠けるかなっていう、そうなんですよ、うん、だからまあそういうちょっとこう話し方であったりとかいうのって、はい、でやっぱみんながこう出してくれたところを見ると、うん、まあ大きくくくるとさ、まあ言葉遣いであったり、うん、まあ、口代わりとかね、うん、言葉遣いであったりとか、まあこうですね、自分のことばっかり言う、うん、とか言葉と言動が異なる嘘つきとか、ね、言葉の、まあ、使い方、信憑性、うん、それから、清潔感とかで、見た目ですよね、見た目、うん、見なり、見なり、はい、であったりとか、あとは、まあ、言ったらこの信頼に関わる、うん、のをこう、なんですかね、こう裏切るような行動する人、うん、まあ、行動でかいけどみたいなところが、うん、やっぱ安心感を相手に与えるときに大事になってくるのかなと、うん、結構細かい行動にその人が信頼できるかどうかっていうのがすごく現れるかなと。で、じゃあ逆にやっぱ信頼されるにはこの辺のことをまず排除する、この辺のことをしないっていうのと、うん、やっぱこの3つを意識する、いい方に持っていくっていうのが大事かなと。表情なんかめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、そうですね、なんか今マスク、みんなマスクしてるし、コロナの感染のあれでやっぱこの目だけの表情で相手の人に感情を伝えるんってめちゃくちゃ難しいと思うねんけど、でもここしか見えてないからこそ、うんうんうん、ここの目の眉毛と目の表情ってすごい大事だなと思って、うんうん、ぐっと眉間にしわ寄ってるだけで怒ってないのになんかあの人キレてんのかな、うん、怒ってなんのかなって、うん、嫌な印象になるけど、うん、そこだけでも全然違うし、うん、なんか難しいと思うけど、マスクしてるけどマスクの下でもにっこり笑顔をしてるような感じが相手の人に伝わる方がより安心感とか信頼感あるのかなって思います、ね、うん、そうですね。あと手とかも爪とかも結構見た時にやっぱこう人柄が出るというか、私たちも気をつけなあかんなと思うんですけど、舞台上に立ったりしてても意外とこう爪先とかって見えるんよね。で、女の人だから漫才師とかも女性の人はこうネイルするとかせえへんとかも結構人によってね、こだわってやらへんにやったらどのぐらいの長さにするとか、やるとしても何色、すごく気になる色やったらネタが入ってこへんからあんまりこう過激な色はしないとか、うん、漫才師でも意外とこう見られる職業なんで気を使ってたりするし、まあなんかこう一つ一つ結構細かいとこ、爪先、足先とかも安心感につながるので、それはなんかまあ意識してもらって、今後また生活の中でなんとなくこの人安心できるなと思ったらなんでなんやろとか、なんとなくこの人安心できんなと思ったらなんでこの人安心できんのかなって細かく見てくれたら、すごくなんかこう今後につながるかなと思います。はい、ということで、うん、ちょっと今日はね、安心感のない人についてちょっとみんなに考えてもらって、で、安心感のある人になっていこうということで、まあなんとなくさっきも言ったけど、これからの日常で安心できる人、できない人をなんとなく意識して
でそこに気をつけて、みんな安心できる先生になっていっていただければ嬉しいなと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとう。安心感がある人になれるように、今日学んだことを生かして次の実習で頑張りたいです。今日出たことの安心感のない人にならないように気をつけたいと思います。安心感のある人っていうか、そのない人をないって思われないように、なんか常識とかを身につけていきたいです。安心感のある他になれそうですか？頑張ります。